HSP で気づきすぎてしまうの対処法。カピさんからの質問です。 HSP です。人の気持ちに気づくのが早いので仕事の成績はトップです。ただ高すぎる洞察力で良くも悪くも人の気持ちや中身が見えすぎてしまいます。アドバイスお願いします。まあ、HSP っていうのはいわゆる繊細さんと言われるね、育ちでよくあるのが HSP の基準に当てはまってしまって HSP かもしれませんって人がねたくさんいらっしゃるんですけど、だいたい HSP っていうのは5人に1人と言われてます。 20% の人が HSP と言われています。ということは血液型 B 型っていうのと同じぐらいの割合の数なわけで非常に多いわけですね。なので HSP だからってネガティブに捉えることはない。先ほどの質問くださった方も HSP なので他の人が気づかないところに気づけるというそういう長所というかメリットというのもあるわけですよね。じゃあ気づきすぎて疲れるといった時にどうしたらいいのでしょうかというね質問ですけども、オンとオフっていうのを少し意識したらいいと思いますけどね。全ての人に対するアドバイスなんですけど、オンとオフをきちんと使い分けるってことですね。これ巻いたのに詳しく書いてありますけど、仕事の時間っていうのは自分でコントロールできないし、会社の人やクライアントさんやお客さんに対してなかなか自分の本音を言ったりするっていうのもよろしくない話なんで、会社の一員として振る舞うってことが要求されてくる。ペルソナとも言いますけども、仮面ってですね、仮面をつけてやっていかなくてはいけないわけですね。だからその時はいいと思うんだけど、家に帰ってきた時にはあんま細かいこと考えないでのんびりすることに専念しないといけません。それでもいろいろと HSP の方だと細かいことに気づいてしまって大変なのかもしれないけど、とにかく人と会わない時間であるとか自分の時間にリラックスをしっかりしていく。一番簡単なリラックスは入浴とかだと思うんですけど、お風呂に入るとかね、のんびりするっていう時にあんまり考え事をしないで本当にふわー気持ちいいなーっていうような状態っていうのを作るっていうのはリラックスするっていうことですね。でオンオフをつけるってことなんで、このリラックスということ、仕事中はしょうがないでしょう。それはいろんな人と会うし、次から次といろんな人が来るし、お客さんも次から次と来るかもしれないし、いろんな電話が鳴ったりするってことで対人関係の嵐みたいなのが一般的な、一人でこもって仕事をする人もいると思うけども、それとは別に人と会うことが仕事のような人もいると思うので、その時間帯におきましてはそういう気づきすぎるモードっていうのもしょうがないと思うので、自分一人でいるとき誰も会わない時間帯、そういったものに非常にリラックスを意識して生活してほしいと思うんです。しかしほとんどの人は何してるかっていうとスマホしてるでしょ。そうするとスマホって情報なので、いろんなものを見ちゃってまた気づいてしまって余計疲れるわけね。なんかそういう風に情報を遮断するってこともしていかなきゃいけない。 HSP の人はね、特にそうでない人もあまりスマホばっかり見るのはよろしくない。何もしてないでぼーっとしてる時間っていうのは人間に必要なんですね。のんびりしてぼーっとする仕方が分かりませんって人もいらっしゃるんだけど、練習しないとできないと思うけどね、それはね。私が最近おすすめするリラックス法は闇風呂ってやつですね。お風呂の電気を消して入るってやつですね。真っ暗にすると何も見えないじゃないかっていう人がいるんだけど、その場合はちょっとだけで入り口のドアを開けて、洗面所とかの手前の部屋の電気をつけて5センチかぐらいだけドアを開けるとか、あと家でやってる場合はキャンドルをつけるとか、そういうのもいいと思うんですけど、これがものすごいいいですね。だいたい私この間金沢に行ってましたけど、ホテルの電気って非常に明るいんですよ。洗面所がきちんとお化粧したりひげ剃ったりできるようにね。なのですごく明るいんですね。電気消してお風呂に入るとものすごいリラックスできますね。ということで、自分なりのリラックスを工夫していかないと私たちはリラックスできませんので、仕事中には気を使ったりですねするのはしょうがない。なのでアフターファイブの自分の時間をエンジョイしてほしいなと思います。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。